大津波が押し寄せています。最大10メートルが予想されますので、高台へ避難してください。とにかく彼女も一生懸命住民を避難させようとして呼びかけてたんで、私たちも一人でも多く避難させようと思って、彼女に負けられない気持ちで一生懸命人を避難させました。宮城県南三陸町の消防団員、三浦達志郎さんです。津波が押し寄せる寸前まで人々の避難誘導に当たりました。震災当日、大きな揺れで自宅の外に出た三浦さん。消防団の活動に出ようとした時、防災無線の放送が始まったのを覚えています。この家を出る時はまだそう冷静に聞くことができなかったんで、女の子がいつも通り放送を流してるっていうことだけは分かりました。消防団の車が置いてある建物へ向かいました。この時は慌てていたため、放送を冷静に聞くことはできませんでした。消防団の建物の前の国道は普段とは比べ物にならない激しい渋滞でした。視線の先には車椅子で避難するお年寄りたちが道路を渡ることができず困っていました。怒鳴って止めました。止まれ、それしか言いようがなかったです。三浦さんはお年寄りたちを避難させた後、消防車に乗り込み、サイレンを鳴らしながら町の中心部に向かいました。そこには多くの人たちが集まっていました。三浦さんはここで初めて防災無線の放送をしっかり聞くことができました。その声は以前から知っている遠藤美希さんでした。遠藤さんは防災対策庁舎から防災無線で住民に避難を呼びかけ続け、自らも津波の犠牲になりました。ただいま当庁に大津波警報が発令されました。最大6メートルが予想されますので、急いで高台へ避難してください。とにかく彼女も一生懸命住民を避難させようとして呼びかけてたんで、私たちも一人でも多く避難させようと思って、彼女に負けられない気持ちで一生懸命人を避難させました。一刻も早く高台に避難させなければ。呼びかけを聞いた三浦さんは集まっていた人たちを近くの高台に逃げるよう誘導しました。誘導の途中、三浦さんは遠藤さんの呼びかけの変化に気づきます。津波の高さの予想が大きく変わっていました。ただいま大津波が押し寄せています。最大10メートルが予想されますので、高台へ避難してください。この南三陸町は他のところとはちょっと違って、いつもだいたい2倍以上の津波が来てたんで、10メートルということは20メートルぐらいの津波が来るっていうのを確信したんですけども、とにかくまだ年寄りが歩ってるとまずいんで、それ一応巡回に出たんですよ。津波が迫る中、三浦さんは逃げ遅れた人がいないか最後に沿岸部を一回りしてから高台に避難しました。到着した時、すでに津波は町の中心部に押し寄せ、防災無線の放送は途切れていました。海から結構離れてる場所にいるんで、海の状態がわからないんですよ。一人でも多くの人を助けるため、もう一回町に出て、もしかすると海の方に向かったかもしれない。
やっぱり放送がなければ、私たちも多分、まだ津波の中に町にいたと思いますね。遠藤さんの呼びかけは避難誘導にあたる三浦さんの貴重な情報になったといいます。ようやくあの時のことを冷静に振り返ることができるようになったという三浦さん。初めて防災対策庁舎の前で手を合わせました。みきちゃんを含め同級生なんかにもう1年過ぎてたんですけど、初めてこう拝んで時間が空いてごめんねっていう気持ちでこう手を合わせました。はい、おはようございます。おはようございます。三浦さんは今仮設住宅の夜間警備をしています。これからも生まれ育ったこの町を支えていきたいと願っています。あの声があって結局助かった命が大変多いんで、私の中にはまだあの声が残ってますんで、あの声を励みにしてこれからも頑張っていきたいと思います。